男優図鑑、自己紹介してもらっていいですか。はい、男優の吉野篤史と申します。男優歴は、そうですね、2021年の夏で17年になりますね。17年。はい。あ、そうするともう中堅よりもちょっと上になってきますね。いや、技術的にはまだまだ、ね、駆け出しと知らないんですけど。へえ、はい、おいくつですか。今年40歳になりますね。ああ、なるほどね、はい。きっかけは何ですか、業界に入った。きっかけはもともと何か男優やってみたいと思ったんですけど。AV じゃ見てて。AV はそうですね。まあ、どっちかというと僕はストリップとか、そっちの方を見て。ストリップ好きだったんですか。それすごい、なんかあれはもうエロじゃなくても芸術じゃないですか。ああ、浅草のロック座とかじゃない。あとは、あの、道具飛んでおり劇場とか、ああ、いろいろありました。はい。あと、新宿の OX とか。とか、はい。そういうとこを点々と見てて。へえ。それで、まあ、男だし、こんなルックスなんで、舞台に登る方に行けないんで、なんか裏方で、なんかその女優さんサポートできるって考えたときに、ああ。かなと思いまして。へえ、逆にそっちから来たんですね。そうです。それをきっかけに。動画でなくね。そうです。だから僕、業界入りたての時は、名前を知らなくて、うん、業界入ってから、あ、なんかそういう大手のところがあるんだと、あ、なるほどね、初めて知ったんでしたね。じゃあ、あんまり見てなかったんですね。あんまりですね。好きな女優さんとかいて、その人のやつをメーカーとか関係なくこう選んで買ってたみたいな感じですね。誰が好きだったんですか、ジュニさん。その当時、僕は、その人とは共演してないですよね。そうなんです。ちょうど僕がやろうと思った時にやめちゃった、やめてしまいました。うん、とその人もやっぱり僕が業界で来た時にちょうどやめてしまったんですよ、ね。なるほどね。今までじゃあそう、まあ、好きな女優、その他に好きな女優さんとかタイプの女優さんと当たったことありますか。本当に。あ、もちろん。やっぱりその時は燃えるでしょ。燃えますね。ラッキーだなって本気になって。はい。そういう時って失敗することも多くて。逆に緊張しちゃって、はい、あと発射までになんか頑張ると発射用の体力を全部使ってしまって、じゃあもう出していいよってなった時にもう空っけつなんですよ。そこからさらにギア上げないと出ないじゃないですか。あ、だからそれで、あ、ちょっと待ってください、逆に前期で前期で楽しんじゃうんですね。そうですね。挿入でってやばく、2時間ぐらい出し待ちしちゃったりとかそうですね、前期で体力使いすぎたっていうのはあんまり、うん、こういい女すぎても良くないのかなみたいな思いますね。じゃあ付属行かないですよね。付属は行ったことない。業界入りしてからは行かない、行ったことないですね。一回も行ったことない。待ってね。そうですね。やってるから。やっちゃいます。じゃあプライベートもやらないの。よく男優さん聞くとプライベートも全くやらないっていう人多いんだよね。はい、仕事でさ出してるから。僕は全然その仕事で出してるから性欲なくなるとかいうことは特になくて、普通にプライベートでもやりたい派です。あ、そうなんだ。昔はそれこそ明日現場だから撮っとかなきゃみたいな、うん、やりたいんだけどみたいな人いるじゃないですか。いるよね。僕は割と酔い越しの精神は持たねえぜ派なんで。なるほど。その日のうちに電車出し切って明日は明日の風邪つく。そうなんです。それなんです。昔も監督だったね。はいはいはい、はい、俺の一発はね何百万だからもうそうプライベートじゃ出さねえんだみたいな、そういう伝説聞いたことあるけども、中にはもちろんそういう方もいらっしゃいますよ。いるよね、自分の一発がいくらになるから。そうですね、プライベートで出さないよそんなにみたいなね、人もいるけどね。やっぱ違いますからね、プライベートと違うでしょ、仕事みたいなね。違いますから。そうだよね、はい、だからなかなか、なんていうんですかね、僕多分知ってる方っていうのは少ないと思うんですけど。17年もやってて。そうなんですよ。誰か来たみたいだね。じゃあここでここら辺ちょっとじゃあ終わりましょう。はい、そうですね、終わりました、終了します。ではまた。ルビータ。